好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの24回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはカープの先発、九里がマツダスタジアムのマウンドに上がります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。真ん中打ちました、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さあバッターは近本、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられませんからね。はい、そうですね。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、ショート取った、これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー、アリアス。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー九里、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線がどう切れていきます。ファウル、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足のあるラン、打った、高く上がった、センター下がる、抜ければ先制ですがフェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0、カープなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。打席には4番バッター掛布、カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。真ん中打ちました、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。ここで離されたくはないですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますからしっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき石峰、打席に入っています。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割8分4厘となっています。引っ張った、サード取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。初球は何で来るか、まず際どいコースをついてきました、低め外れました、ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、3対0、カープなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい軌道、バッターボックスです。ライン際へ打ち上げています。相澤が抑えて3アウトチェンジです。
しかしこの回タイガース先に点を取りました。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは和田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてカープの先発は九里、今日が20試合目の登板です。前回の登板は8イニング投げて自責点に白星を挙げています。ファウルになります。いや今のボール危なかったですよ。そうですね。ドカーンと大きな当たりです。突き刺さった、ソロホームランが出ました。カープその差を4点に広げられる重い一発となりました。追い込んでからの変化球でしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋バッターボックスです。打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。初球打ち、これはショートライナー。打順はトップに帰って松永。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。初球は変化球から入りました。外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。引っ張った、これはどうだ。一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には2番バッター近本。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットで初球打ち、ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスアリアス、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやあそこ走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。いやこの盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、外れていきます。バッターのアリアス、今シーズン得点圏での打率は5割。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げていますよ。小宮山さん、大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もう本当にこれ以上点をやったらもう取り返しがつきませんから、大事になりますね。そうですよね。この後の巻き返しになるんでしょうか。ボールになります。次が4球目、ボールになります。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。一塁牽制球、一塁はセーフ。初球大きく外れています。走りませんね。次が3球目、打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。メヒア、アウト、ワンアウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスの亀山、今シーズンの得点圏打率は6割4分6厘となっています。打ちました、これはどうか。セカンドの右抜ける、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対0。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには7番木戸。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてます。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打ちました、これはどうだ。クリ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。この和田、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、
ここはその好調さを見せたいところ。ファウルになります。3球目は何で来るか。三振になります。まず一つアウトを取りました。ピッチャーに打順が回って先発の高橋打席に入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。外の球外れています。打ちました。ヒットになった。ワンアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。真ん中決まった。ノーボール2ストライクです。さあ外してくるのか。これはバット出ず三振です。2アウトになりました。2番バッター近本、今日は盗塁が1つあります。2アウトランナー1塁です。落ちる球できました。打ちました。痛烈な打球、ファウルになります。アウトコース外れます。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。小宮山さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。どうでしょうね、ぼちぼちも替え時なのかなという感じがしないでもないですよね。そうですか。ピッチャーの交代のタイミング見極めていきたいところです。高めのボール、この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は4番掛布、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。見送っています。ノーボール2ストライク。ここは落としてきました。4球目は何で来るか。打ちました。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、6対0になりました。カープなおもピンチです。打席には5番バッター石峰。まあカープとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。切れていきます。ファウル。打った。左中間に大きな打球、伸びていく。どうだ、どうだ。真ん中を破りました。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対0。カープなおもピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチング。初球打ち、打った瞬間確信したか。入った。ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。カープ追加点を許します。9対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。さあマウンドを任されたのは一岡、今シーズン35試合目の登板です。まず何を投げてくるか。これも初球打ち、これは大きい、伸びていく。満々中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5連打。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。打った、スタンド一直線、文句な。入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。11対0。ここで一発を浴びてしまいました。
次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋バッターボックスに入ります。いやー、ピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。さあ2球目は何か。ファウルになります。打ちました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って松永、今日は盗塁を1つ成功させています。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球は伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。13対0。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター近本、今日は盗塁を決めています。初球簡単にストライクを取ります。1・2塁間、バティスタ掴んで1塁アウト。バッターは3番アリアス。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。初球ボール。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率。痛烈な打球、高く上がった。突き刺さった。ツーランホームラン。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。15対0。4番に一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の堀江。さあ、マウンドに上がったのは堀江、今シーズン26試合目の登板です。打ちました。これは大きい。伸びていく。大きな当たりが外野を襲っている。ボールはフェンスまで到達しました。2塁へ送球。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。初球ストライク。次が2球目。打ちました。弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。7番バッター木戸。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました。レフトに強い打球、伸びていく。どうだどうだ。レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。カープなおもピンチです。打席には1番バッター和田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、高め大きく外れました。ボール先行です。危ない球です。ストライクが入りません。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信した。入った。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーに打順が回って先発の高橋バッターボックスです。先ほどは打たれましたけども、今度はしっかり抑えないといけませんね。そうですね。打ちました。内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。大きな打球になった。レフトバックする。入りました。ホームラン。ツ
ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは2番近本。今日は盗塁が1つあります。打ちました。伸びていく外野、大きな打球になった。右中間深いところ破っていきました。今日もマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の菊池。さあマウンドを任されたのは菊池。危ないボールですね。まあ、ピッチャーが変わった初球は狙われてますから安易にストライクを取りに行くと危険ですね。そうですね。3球目打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、2球目は何で来るか。アウトコース決まってストライク。あっという間に2ストライクです。高め打ちました。ファウルになります。打った。ライトに大きな打球。ライトバックバックバックする。ライトオーバーのヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。打順は5番石峰。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうです。初球打ち、打球は左中間へ。ここは打ち上げています。鈴木が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、6番バッター亀山、打ちました。ライト下がっていく下がっていく。ライト線深いところフェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。三塁を待っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。カープなおもピンチです。打順は8番和田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑み打った。これもいったか。レフトそのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋打席に入ります。相手はピッチャーなのでそう何本も打たれるわけにはいきませんよね。そうですね。打ちました。浅いフライ、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトになっています。今日はバッティング絶好調。3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ち上げました。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでツーアウトです。バッターボックス近本。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。打ちました。伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今日も3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁。打順は3番アリアス。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。2球目打ちました。大きな打球になった。これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。打った大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには5番石峰。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ボールになります。ボール先行です。危ない球です。ストライクが入りません。打った。高く上がった。レフトが下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のレグナルト。さあ、マウンドに上がったのはレグナルト。最初は変化球できました。低めの変化球は外れました。ボール先行です。タイミングややずれています。高めストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。これはセカンド菊池抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。7回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは木戸。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、カープ厳しい展開で終盤7回を迎えています。一塁アウト。バッターボックスは8番和田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランが続いています。ピッチャーに打順が回って先発の高橋バッターボックスに入ります。まだ失点してないですし、完封を狙うのかもしれませんね。これはファーストゴロ。バティスタ抑えて1塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。これから8回タイガースの攻撃です。さあ、マウンドを任されたのは薮田。今シーズン19試合目の登板です。前回の登板では負け投手になっています。打ち上げた。これは浅いフライ。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。打順は2番近本。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。打席には3番バッターアリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを2塁に置いています。これもファウル。直線入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。いや、これは失投でしたね。そうですね、バッターボックスには4番掛布。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
抑えきれませんでしたね。はい、打ち上げました。浅いフライ、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んで2アウト。5番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、2アウトになっています。ファウルになります。しっかり捉えた、切りました。ファウルボールです。これが4球目。ファウルになります。大きく外しています。打ち上げた、ここは打ち上げています。6球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね、野球は最後までわかりません。打ちました、痛烈、切れました。ファールボール。いやー、打ち損じてくれて助かりましたね。はい、そうですね。打ちました、右中間に強い打球。さあどうだ、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。初球から際どいコースをついてきます。バッターボックスの木戸、今シーズンの得点圏打率は5割3分4厘となっています。これが3球目。外へのスライダー、ここは見極めています。さあ4球目は何か。打ち上げました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。左中間へのヒット、これが今日4本目のヒット。8番バッター和田、今日は4本のホームランを放っています。ランナー2塁1塁、しかもノーアウトです。これが2球目。左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。2塁ランナー3塁も回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。カープなおも三塁二塁のピンチ。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。スタミナも心配ですから、そろそろ変えた方がいいでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の八木。さてバッターの八木、どういうバッターなんでしょうか。まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから、実に厄介ですね。なるほど、そうですか。センターへ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナー、タイガース追加点を挙げました。カープもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター松永、今日は盗塁を一つ成功させています。初球ボール、打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ツーランホームラン。なんと今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは長川。さあマウンドに上がったのは長川、今シーズンは27試合に登板して10セーブを挙げています。2日連続の登板です。いやー、ちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。なるほど、そうですね。さあ3球目は何か。
落ちる球を持ってきました。打ちました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。菊池が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには3番アリアス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。さあ2球目は何か。引っ張った、取った、一塁送球します。これはサードのエラーです。ワンアウトランナー一塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。真由美ファーストランナーに入ります。4番バッター掛布、今日はホームランを放っています。エラーでランナーを出して、ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。これは低めストライク、ワンボールツーストライクです。ふわふわっと上がった、高い打球、ここは打ち上げています。掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは5番石峰、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。よどい球、わずかに外れています。打ち上げた、これは大きいぞ、わずかに切れてファウルボール。まあ、ここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいです。強烈、レフト見上げる、入った、ホームラン、石峰、さらにダメ押しの一発、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。カープ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスは6番亀山。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースこの回は出し、引っ張った、メヒア、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日